ここはどこですか？ここはあの夕張編電所から、えー、万字海兵場まで行く途中の送電線です。かなり山の中ですね。ここは大体のうてっぺんですね。いろいろなあの、えー、事故がありますけれども、特にあの沢なんかど、えー、こで断線なんかっていうことが あった場合でしたら、えー、電線を持っていくのに、えー、1メーターぐらいの輪を作ってそれを78人で手術手術なぎで、えー、運び、えー、そこであのー、鉄塔に登ってそしてあのー、張ったという数な、えー、仕事もおやっておりました断線したのを直すってどのくらいかかるんですか。 万全した時はね。そのスパンスパンによりますけどね。やっぱりう、ま。うまくいっても1時間半か2時間ぐらいかかるんじゃないですかね。どんな風に作業するんですか？あの、結局途中で、ええ。そしてあの？つ途中であのね。つなぎ入れたと。そしたらあのテッ上がって、そしてあの？ 本当引っ張り上げるわけですウインチみたいなやつでねガーッとしてあげてそして外紙にあの巻きつけてっちゅうよりボートで締めてねそしてあのそ,そういうふうなことで送電線を生かすんですよね。で下でねあの送電線をつなぐ時も。 あのー、スリーブってね、あのー、電線と電線をこ。ここ、こういう風にして入れて、してここでねじるんですよ。そのねじる機械があるんですよね。す,すごい、き、き、そうれて <laughs> この、このぐらいのやつ、今度ね、ねじる、ねじるんですよ。そのねじる機械もあるんですよ。それを持って。持って、あの、その。ね、つなぐ場所まで持っていかなきゃないですよ、ああいう。重いんですよね。重いうです。どのくらい。 やっぱあれ四十キロぐらいあるんじゃないですかね。うん、天候が悪い時の作業も多いんですよね。特にもう天候がもう吹雪だとか、送電線にあの雪がつくという時にはもう必ずそのそういう事故が起きますよね。したら電線切れちゃったらもう終わりですから。そこをその場所を探すのにも大変なんですよ。 どこで切れてるかっていうのは分かんないもんですからねそれを探すのももう一苦労ですよね吹雪をついて出かけていくそうそうそう,そう吹雪であろうが何であろうがそうしないとこー内止まったらもう大変なことになるぞお叱りをこう思いますんでね <laughs> 自分たちが電気を送らないと炭鉱全体が止まってしまう強いりになりますよねありますねでねあの 炭鉱の,その偉い方がね、変電所に来るんですよ。「お前ら何やってんだ?」ってね「おおすごいんですよ。早く電気送るんったら今お前縦弧で宙づりになってんだよ」ってねそういうふうなこと言われたこともあります。うん